よし、たくさん材料集めちゃいますか。そうだね。あ、どうしたのさ、急に笑ったりして。私、変なこと言った？ルルアちゃんと一緒にお出かけするの久しぶりだなって。ああ、確かに最近錬金術漬けだったからな。なら今日は思いっきり楽しい。ん？いきなり魔物が出てくるなんて。ねえ、神様がルルアちゃんとのお出かけを楽しく演出してくれたのかな。エーファはそれでいいの？うん、そっか、ならいいや。材料材料。マーナ気が利くね。わざわざ集めてきてくれたのって、マーナ？そんな大きな声で呼ばなくとも、私がマーナであることに変わりはないぞ、ルルアよ。マーナちゃん、どうしてここに？魔物が出るから町の外に出ちゃダメってあれほど。そうだよマーナ、マーナみたいな子供はおとなしく育児院で遊んでなさい。ふん、たかがプニプニごときに大慌てしていたルルアに言われたくはないな。その口ぶり、さてはずっと見てたな。もちろん、私に知らないことなどあるはずないだろう。ちょっとよ。本当に自由な子だね、マーナちゃんは。いくらなんでも自由すぎる気がするけどね、私は。さて、もうちょっと材料を集めていこうかな。いいものあるといいんだけど。